どうした？イグニス、列車止められねえか。プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ。結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か。ああ、じゃあそっちに。また来た。片付けてから行く。久しぶりだね。オロネオ。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見たけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。ん？あんた、その目は？ああ。ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか。大変だったね。そういえばもう一人いたよね。ああ、でもちょっと事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ。先があんでしょ。ここを襲ったのはあんたらか。帝国軍に属する死骸ってとこ。
あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。え、あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。ん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね。じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら？変えられるなら助かるが、動かせるやつがいるのか？うん、前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビッグスとウェッジ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話ね？列車、テイトに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ？ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。あら、そう？運転、頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけど。はあ、な、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんで、まあしばらく走りますんでね。ここでしっかり準備してってください。宮殿の人と話しました？この近くにいると思います。ブルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？分かった、行ってみろ。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。もしやノクティス様でいらっしゃいますか？ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは。こんなに大きくご立派になられて。ブルーレ家、次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら？ああ、悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？何よりでございます。レイブス様も報われましょう。この指輪をノクティス様へ、私の代わりに、どうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でも、もう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか？ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられます。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。
クリスタルさん、本当に誰、研究者たちに最初がそんな、ノクティス様、ノクティス様はルナ・フレーナ様と結婚するの嫌だった。ルナ・フレーナ様はすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコノクティス様のこと大好きだったよ。そうか、ありがとな。かつてレギスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエに来て変化した。レギスも寂しげだったノクティスも、カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない、それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。ルナ・フレーナ様、ご迷惑かもって言ってた。そんなことないよね。あ、ないよ。夜はもう明けないのか。世界はどうなってしまうんだ。信じられないわ、こんなの。世界はこのまま終わってしまうのかしら。壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから、出発したいときは俺たちに声をかけてもらえれば。一休みするなら食堂車がある。そろそろ出発しますか。なら乗ってくれ。ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。テートに入るんなら、まあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。おい、早く乗れ。ああ、何かあったらお知らせします。
外は雪だ。中も冷えてきたか。氷人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ啓示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。帝都に入る覚悟もしねえとな。警告抜けたら帝都だそうだ。ずいぶん近くまで来たな。また止まりやがったな。すいません。おどうした。今止まっちゃってます。知られてますが外から。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。寒い。ぼんやりしてっと死ぬな。氷人の影響なのか。多分見える。痛いらしいな。氷人の亡骸だ。寒いな。俺もだ。さっさと飲んで。ああ、終わらせるぞ。よっ。うわっ。そこだ。ほっ。よっ。ほっ。され。よっ。よっ、おりゃほっ、やっ、そこか、され、うりゃほっ、やほっ、よっ、あれ、せっ、でっ、てぇ、うおりゃ、いべよっ、よっ、ほっ、やばっ、そこだ。
砲使うなら先に言え。中の様子がおかしい。早く来い。行くぞ、イグニス。スパおい、待て。あの野郎。なんだ
倒れちゃったよ。彼らとはここでお別れかな。早く助けて。ああ、さすがの冷たさか。殺された時もそんな綺麗な顔だった。今こそ果たす。カンナギとの古き約束。ケンティオン。と。星の過去と今、そして我が願い。選ばれし王にそれが氷人の啓示。私たち六神は星を守りし存在、おのおのの意志を持ってその使命を果たさんとしていた。かつて私はあまたの生命の中で人は星に必要なきものと考えていた。儚く、脆く、それゆえ可能性や希望といった曖昧なものを信じる人が星にとって有用だとは思えなかった。イフリートは私とは違い、人の可能性を信じ、火を与え、共に繁栄の道を選択した。私はそんな彼に惹かれ、愛し合うようになった。私は彼が信じる人を信じることにした。だが人の文明ソルハイムは高みに達し、思った人は神を排斥しようとした。恩を忘れた人の行為はイフリートの激流に触れ、彼は人もろとも世界を焼き尽くそうとした。私は彼と戦わねばならなかった。星と彼が信じた人を、人と六神同士の戦いは熾烈を極め、神々の朝廷も虚しく、戦いの規模はさらに拡大した。この魔大戦と呼ばれし戦いにより、ソルハイムは滅び、星は傷つき、疲弊した神々は長き眠りについた。これが選ばれし王に託せし星の物語、そして私の物語。魔大戦の後、神々が長き眠りにつきし間、イフリートは何者かにより死骸にされてしまった。眠りから覚めた彼を解放しようとするも、帝国に砕かれ力を失った。今や帝国は死骸と共にあり、六神も世界も闇に覆われようとしている。もはや私たちだけではイフリートはもとより星を救うこともかなわない。彼にはせめて安らかなる死を。私の知るルナ・フレーナの思い、あなたに伝えましょう。選ばれし王ノクティスが誕生し、私はカンナギであるルナ・フレーナに会った。彼女はあなたと共に星に光を取り戻すと約束した。彼女の温かく力強く、
人を愛する心に触れ、私は再び人を信じようと思った。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです？他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただ近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて、一緒に生きていきたかった。泣かないで、ルナ・フレーナ。ごめんなさい。今だけ、今だけは。それほどまでにノクティスのことを。他の人と何も変わりません。ただ大切な人のそばにいたい。それすら叶わないなんて。あなたの深い愛は何があっても消えることなく、必ずやノクティスに届きましょう。ケンティアナ、星のため、いいえ、あなたのために、私は必ずノクティスの力になりましょう。これは友としての約束。ありがとう、ケンティアナ。思いは伝えた。そして全てを託す。ああ、受け取った。選ばれし王ノクティス、世界に光を。さようなら、ノクティス様。聞いてやれなくてごめん。話したいことがいっぱい。なんてだよ。様、ルナ、必ずやるよ。約束する。
笑ってんじゃねえよ。おい、起きろ。何があった？ノクト。ああ、無事か？ああ、標準が来た。まあもう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。いけるか？ああ、すまない。大丈夫だ。もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなあ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。なんちゃって君にはあげないよ。どこにいる？誰が？プロンプト君ね。この先テート・グラレア、わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会える。ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？んじゃ気をつけて。お友達が待ってる。